ネオモダンとは、モダニズムを超えようとする様式のこと。ただし、ポストモダニズムのように、モダニズムを否定しようとするのではなく、モダニズムを用いつつ、それに何か別のものを融合させることにより新しさを生み出そうとする傾向があり、モダニズムの一部に過ぎないとする考え方もある。インテリア、建築、プロダクトデザイン、アクセサリーなど、いくつかの分野で用いられる呼び方である。 それ以外でも、経済、ビジネスなどの分野でも使われる例がないわけではない。なお、イタリアのデザイナー、アレッサンドロ・メンリーには、ネオモダンデザインの提唱者として知られているそうである。また、建築家では、ペロンヌ美術館の設計でも知られるシリアニを中心に、エディット・ジナールや、ミシェル・カガン、リポート・デュアール、アレーヌとエデ・キンス、ピエール・ルイ・ファロシなどで形成される、いわゆる、 ネオモダン派という記載が見られる。日産東京株式会社製のしばらき焼きの植木鉢、植木鉢カバーにネオモダンという製品がある。アレッシーのワインオープナー、ラベルフランス42号より東高現代、美術館、福、山美術館ほか、1989年紹介。ありがとうございます。